ェイサーです。今回はこちら、はい、今年ドリームチェイサーのチャンネルでたくさん紹介してきた3つのキャラクターのビックラダモンを今回は全部一緒に入れちゃいたいと思います。まずはこちらは仮面ライダーエグゼイド、こちらマスコットコレクションになります。仮面ライダーエグゼイド、仮面ライダーブレイブ、仮面ライダーエグゼイドのレベル2、こちらレベル1ですね。はい、そして仮面ライダースナイプと仮面ライダーゲームのいずれかが出てきます。こちらはマスカットの香りなので黄緑色のお風呂になるかな。はい、続いてはこちら秘密のココ玉。はい、私のチャンネルでは一番人気かな。秘密のココ玉のキャラクターとっても可愛いですね。これからもたくさん紹介していきますよ。はい、こちらはプレートのマスコットコレクションになります。ラキタマ、メロリー、オシャキ、ゲラチョ、キラリス、モグタンの誰かが出てきます。はい、誰が出てくるかな？こちらは、ラッキーピーチの香りになります。なので、お風呂はピンク色になるものですね。はい、黄緑と混ざったらどうなっちゃうのか。そして最後はこちら、妖怪ウォッチですね。妖怪ウォッチのマスコットコレクション。マンゴーの香りで黄色の色です。はい、こちらから出てくるマスコットは全部で5種類、ジバニャン、トムニャン、ウィスパー、キラコマ、ラストブシニャンのいずれかが入っています。今までね、ジバニャンとラストブシニャン出てるので、それ以外が出てくれたらいいなと思います。狙うはキラコマ。はい、では早速開けていきましょう。まずはこちらの妖怪ウォッチから。はい、黄色のまん丸のボールですね。絵は描いてないですね。はい、この境目から取るとつるっと取れます。はい、そしてココ玉は、はい、ピンク、可愛いですね。ピンクと黄色だったらオレンジっぽい感じになるんですけどね。そこに緑が混ざっちゃうとどんな色になっちゃうかな。こちらもまん丸ですね。卵の形じゃないですね。はい、そしてエグゼイド、あ、うまく破けなかった。はい、ギリギリ。はい、中から出てくるのは黄緑。はい、黄緑は青と黄色で作るので、ちょっと今回は黄色が強いですね。この中でピンクと青がどういう働きをしてくるか、何色になるのか楽しみですね。カラフルです。では早速お湯の中に入れていきたいと思います。はい、ではどんな色になっていくでしょうか。お楽しみに。いきます。せーの、ドボン。すごい綺麗。この綺麗がどこまで続くかな。黄緑、結構しっかり黄緑で出てきてますね。あ、混ざって紫のところもある。綺麗。今はすごくなんか夢の国の色みたい。綺麗ですね。可愛いです。いろんな色が出てますね。そして3つ一緒に入れたけれども、そんなにお湯があふれる感じはなかったですね。優しくどのタイプもシュワシュワしてくれてる気がします。はい、黄色が強いからか不思議な色になってきました。ちょっと紫色っぽいところがここら辺溜まってますね。お、向こうから混ざってきて緑になってきた。不思議。なんか魔女のスープみたいな色になってきた。お、中から見える色はまた別の色してる気がする。え、そして、わー、すごい嬉しいかも。あー、やばい、嬉しい。
やった。そして仮面ライダーはエグゼイドが出てきてますね。これはレベル2の状態のエグゼイドじゃないかなと思います。残るはココタマですね。溶けるの早いですね。すごい。まずはじゃあ一番初めに溶けきったキラコマから見ていこうかな。あ、ラキトマが出てきた。結構どれも早かったですね。なんだかんだちょっと溶けきってないのはエグゼイドですね。そしてお湯の色も思ったよりこう変な色じゃなくて紫っぽい感じ。縁を見るとちょっと黄色い感じもするけれども基本的には紫色みたいですね。はい、では早速マスコット見ていきましょう。はい、妖怪ウォッチキラコマ来ました。やったー。前回のラストブシニャンに続きキラコマが出てくれたので残るはウィスパーとトムニャンですね。なんかコンプリートできる気がしてきたのでちょっとまた買ってきてシュワシュワしてみたいと思います。すごい嬉しい。やったー。後ろにマントもついてますね。はい、胸の部分もしっかりとお星様、もうちょっとこう色分けしてあったらもっとかっこよかったんですけれども、まあまあまあって感じですね。ちゃんと渦巻きも見えてますしかっこいいです。このキャラケーキもいつかやりたいですね。はい、こっちの方が先ですね。はい、ラキタマが出ました。後ろはちょっと肉抜きされたような感じになってますけれども卵の形が可愛くってこちらのシールも絵がはっきりしていてとっても可愛いです。この部分に、チェーンを通すとこのままキーホルダーみたいにも使えるのでいいと思います。はい、最後はこちらエグゼイドですね。レベル2になります。顔の部分もしっかりと絵が入っていてとってもかっこいいですが後ろはこんな感じ。ちゃんと顔の部分とかも入ってるんですけれども色分けがしっかりとここでもう分けられちゃって前方だけしか色塗りされてない感じですね。はい、妖怪ウォッチの方がちょっとクオリティ高い感じですね。後ろまでしっかりと色分けしてあって個人的には妖怪ウォッチの方のこのマスコットの方がつけていたくなるなって感じですね。はい、でもエグゼイド、はい、かっこいいです。はい、というわけで今回はビックラ卵を3種類、妖怪ウォッチ、秘密のココタマ、そして仮面ライダーエグゼイド、こちらを一気に入れてみました。では次回もお楽しみに。チャンネル登録よろしくお願いします。以上ドリームチェイサーでした。また見てね。